今のね、クロム2を下ろすんだけど、こういうやつはちょっとこう上にこう上げる、ちょっと上げる。で、包丁がね、腹の方からスーッとお尻に向けて通しちゃう。で、そーっと、これね、見荒れしやすい魚なので、包丁はね、サッとっていうよりも、どっちかっていうとね、ふわっと入れるんですよ。これコツはね。ここは早くていいんですよ。背びれがあるんでね。で、ここはね、軽く、刃先を柔らかく下にして、そして2回目に少し上にしちゃうんですよ。柔らかく下ろす。逆さ包丁から、これは僕はね、もうこういい魚に関してはリード使って手のぬくもりを入れないようにしてるんですよ。いつもね、こうやって。で、こう、そうするとちょっと持ち上げて、ここを抜くと。そうするとね、こういう感じで降りるんですよ。これね、もう柔らかくするのが、クロムツに関してはもう、ほんと鉄則ですよね。そのほんと柔らかくしてもね、これ身はね、